ご機嫌いかがですか？心理考察担当のキメちゃんです。メタ考察担当のニトちゃんだよ。前回はイブキとの関係が進展しましたね。とはいえこのまま終わりそうもないよね。イブキの兄である勇気、そしてイブキ自身の暴力性、これに葵も加わるので、不穏な要素が山盛りですね。さて、まずはどれが来るかな。おはようイブキ。休みはありがとうね。うん、もう絶好調なの？ある程度は。まあしばらくは放課後遊ぶのは控えてさっさと帰るよ。病み上がりだしね。僕がまた看病してあげるから熱ぶり返しちゃってもいいよ。言い訳あるかい。おはよう。あれ？このイベントは前にも見たよね。どうやらここは共通イベントのようですね。この後のジャージがなくなるイベントはどうなるんだろう？ふむ、青いルートだと葵が犯人だとわかっていましたが。そわそわ。いぶき？そわそわ。何そわそわ言ってんの？そわついてるの。わざわざ人の教室に来て？うん。変なの。そわそわ。やっぱりない。いくら探してもジャージの上がない。絶対置いておいたのに。ロッカーの扉を強引に閉めて、ため息をついた。何度探してみても、あるはずのジャージが見当たらない。休む前日に使って、持って帰り忘れて、そのままのはずなのに。ありえない。よね。どっちもないならまだしも、ズボンは普通にあるし。まあいいや。なるほど、これは伊吹ルートだから葵は無視されるのか。葵の事情を知っていると、ここまでしても無視されるのはなんだか悲しいですね。結局この後、ジャージを伊吹から借りることになったよ。もしやそわそわ言っていたのは葵が盗んでいることを知っていたからでしょうか？それで自分に借りに来ると思っていたのかな？ミコトは伊吹のクラスにいる女の子に借りようとしてたけど。ミコトと話す機会が増えたぐらいに考えているのかもしれませんね。今日は特に何もない素晴らしい一日だった。そんなことをぼんやり考えながら、私は階段を降りていた。瞬間、後ろから強い衝撃に襲われる。ふわり、体が宙に浮く。え？とっさに頭をかばうために受け身を取ろうとして体より先に足がよろしくない角度で着地した。痛い。そのまま正面から思い切り倒れ込む。痛た。背中に感じたのは人の手のひらだった。間違いなく、誰かに恋に突き落とされたのだ。犯人の面を拝んでやろうと、視線を上げて。は？誰かの走り去る足音がした。壁に阻まれた視界の端で、ちらりと、見覚えのある淡いベージュの髪が、揺れた。大丈夫か？イベント自体は同じですが、これは。そうか、突き落としたのは伊吹だったんだね。つまり、葵が謝ったのはジャージのことだったということですか？そういえば、葵との会話で一度も突き落とされたことには触れられてなかったね。伊吹ルートで葵が無視されていたように、葵ルートで伊吹が無視されていたのですね。結局、この後伊吹と帰るのも一緒だったよ。もちろん、ミコトは伊吹が突き落としたと分かっているので気が気ではありません。ここでミコトの回想が入ったんだけど、そこで驚くべきことが分かったよ。小学生の頃、伊吹がお土産としてプレゼントしたキーホルダーを壊した男の子がいたそうです。伊吹はその男の子をミコトが止めるまで殴り続けました。別にこの事件自体は激高したらあり得ることなんだけど。伊吹は激高していません。彼曰く、先に悪いことをしたのはあっちだから殴っただけです。というか、ミコトがやめなければ死ぬまで殴り続けただろうね。どうにも伊吹は、自分がしたいと思った行動をそのまましてしまうようです。普通の人間なら思ったとしても後先や倫理観を考えて葛藤するけど、伊吹にはその葛藤がないんだ。おそらく、伊吹がミコトを突き落としたのもそのせいでしょう。伊吹が看病を覚えてしまいましたからね。もう一度看病したいから突き落としたってことだね。話し合わなければならないと分かっているミコトですが、結局その日は話せず次の日になってしまいました。ミコトちゃん、一緒帰ろ。ごめん、今日は用事あるから。ああ、本当にどうしよう。友人に会いに行った帰り道、話し込んでしまって、思ったより遅くなってしまった。暗くなった住宅街は、人の気配はするけれど私以外に通行人はいない。嘘。私と、もう一人、少し離れた後ろに、足音が聞こえた。誰なのか、簡単に分かってしまった。大きなため息が出る。
ええー、腹をくくらなければ。いぶき、何してんの？あ、みことちゃん、偶然だね。偶然じゃないでしょ？何してんの？僕コンビニから帰ってきたところなんだよ。いぶきなんだね。階段から私のこと落としたの。なーに？何の話？いぶき、人の顔の区別がつかないって昔言ってたよね。うん、みことちゃん褒めてくれたよね。それでさ、お遊戯会二人で手繋いでさ。私、それって小さい子供だったからだと思ってた。だから、もうそんなのは昔の話で。いぶきは普通に、みんなと同じ生活が遅れているもんだと思ってた。違ったのね。いぶきは、理解できないんだね。他人が、生きているってことが、自分と同じ、人間なんだってことが。だから、簡単に傷つけられてしまうんでしょう？おかしなこと言うなぁ、みことちゃんったら。あんな肉団子たちが、僕と同じなわけないでしょ。それは、紛れもない肯定だった。でも僕ちゃんと約束守ってるよ。みことちゃんに心配かけないように、誰のことも叩いてないんだ。嫌だなぁって思っても、気にしないことにしてるの。頑張ってるよ。みことちゃんはね、僕の宝物だから。特別で大切で、大事なものだからね。じゃあなんで私のこと階段から突き飛ばしたりするわけ？何の話？はぁ？僕知らない。僕じゃないよ。本当だよ。僕がそんなことするわけないもん。普段と同じように、笑う。しらじらしいを通り越して、なんだか泣けてきてしまった。そんな私の様子を気にすることもなく、いぶきはおしゃべりをやめない。でもさ、階段から落ちたら怪我しちゃうよね。学校行けなくなっちゃう。ねね、みことちゃんがもし怪我しちゃったらさ、その時は僕が看病してあげるね。ベッドに連れてってあげる。ご飯食べさせてあげるし、お風呂も入れてあげるね。それってさ、とっても素敵。ねえ、僕さ、毎日頑張ってると思わない？よくわからないじゃがいもの鳴き声にさ、ヘラ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 。毎秒みことちゃんと一緒にいられるわけじゃないのに。なんとなくでね、聞き分けて返事してるの。すごいよね。才能だよ。本当はね、結構疲れちゃってるんだ。みことちゃん以外のものに、ニコニコするの、大変。だからね、ご褒美欲しいの。僕、みことちゃんが宝箱に入ってくれたら何でも頑張れるよ。そう言い切る彼の顔に、迷いはなかった。こいつ、何言ってんの？わからない。目の前の人間が何を考えているのかが。それは息吹のはずなのに、人の姿をしているだけの別の何かのようで。恐ろしい、と思ってしまった。ね、いいでしょみことちゃん。みことちゃんならきっと僕の気持ちわかるよ。なるほど、葛藤ができないのではなく、葛藤が必要ないという次元でしたか。できないのとやらないのは大きく違うよ。生まれ持ったものは仕方ありませんが、いぶきは人を人として認識しません。それは、みことも例外ではなかったようですね。みことのことは人として認識できているのかと思っていたけど、宝物として認識していたんだね。つまり、物として扱ってきます。本人が人を人として扱おうとしないんじゃどうしようもないよ。自分の意思でそうしているからこそ迷いもないのでしょう。このままだととんでもないことになります。ここまで視聴してくれてありがとう。いぶきとみことがどういう結末をたどるのか気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは、また会いましょう。